皆さんは三原社やグレン隊という半グレ集団をご存知でしょうか。彼らは関東連合の後ろ盾やケツ持ちもなく完全に独立して結成され、裏社会に名を轟かせたグループです。また渋谷で一般人を巻き込む大抗争を起こしたとしても知られています。彼らは一体どのような集団だったのでしょうか。今回は三原社やグレン隊が起こした事件と彼らの現在についてご紹介していきます。三原社やグレン隊は1980年代半ば、東京都世田谷区の三原社屋や三宿周辺を拠点に結成されました。彼らは後継者を立てずに解散することになった。関東連合に所属していた暴走族、三原社やブラックエンペラーの後継チームとして、昭和46年世代の不良少年たちが創設したと言われています。何でも三原社やブラックエンペラーは歴代の先輩に厳しい人物が多かったらしく、次の世代が組織に属する意欲を失わせてしまったことが解散した一因とされていました。その後自分たちの思うチームを作るとして三原社やグレン隊が旗揚げされたのです。またこの組織はケツ持ちやブラックエンペラーの後ろ盾もなく完全に独立して結成されました。ちなみに三原社やブラックエンペラーの時代は関東連合に所属していたため、多少なりとも友好関係は保たれていましたが、敵対する他の組織との抗争には積極的に参加していなかったため、いつ関東連合に壊滅させられてもおかしくなかったと言われていたそうです。しかし、この三原社やグレン隊の設立には、後に関東連合のリーダーとなる川名剛が関わっていました。この川名剛という人物は英語も堪能であり、戦略的な思考を持つアウトローとして知られていたのです。そして当時10代だった彼は、後に六本木の裏社会を支配していたことから、六本木の帝王、六本木モンスターとも呼ばれるようになります。そして川名は渋谷周辺で増えていたチーマーが資金源にしていた学生向けのイベントやパーティーの利権を狙っていたようです。当時渋谷をはじめとする各地のクラブでは頻繁にイベントが開催されていたようで、多くの大学生がこれに参加していました。このような背景の中、渋谷の利権を奪うためには渋谷のチーマーを壊滅させる必要があり、川名は自分の思い通りに動かせる組織として三原社やグレン隊を結成させたのです。しかし結成当初の彼らは新興チームで、ケツ持ちや後ろ盾がなかったということもあり、東京や神奈川周辺の敵対するチームから標的にされることが多かったようです。ですが、もともとブラックエンペラーの一員だった者も多く、喧嘩が好きで慣れている人物もいたようで、毎晩のように抗争や喧嘩を繰り広げていました。ある時、川名がメンバーに向けて、大丈夫かと尋ねた時、三原社やグレン隊のメンバーたちは、自分たちのために争うのは楽しいし、もともと喧嘩が好きだ。と言っていたようです。このように彼らは本来から喧嘩を好んでいたため、新興勢力の立ち上がりに際して特に心配はなかったそうで、その後も勢力を拡大していきました。そして結成から1年が経過する頃には関東で広く名前が知られるようになります。またアウトロー界にも認知されていき、新たにチームに加わりたいと考える者も増加したことで、周囲からも新興勢力ながら認められていったようです。そのような中、三原社やグレン隊は毎日のように渋谷に襲撃を仕掛け、当時は渋火事族とも呼ばれていた渋谷のチーマーを見つけては片っ端から喧嘩を吹っかけていました。この争いのきっかけは、川名の本来の目的であった渋谷の利権を得るために、三原社やグレン隊によってチーマーを壊滅させようとしていたとされていますが、詳細は明らかになっていません。またことの発端は、当事者も思い出せないような小さないざこざであったとも言われています。時には彼らはチーマーを連れ去り、暴行を繰り返した後、多摩川などに捨てたり、未宿の墓地に埋めたりしていたそうなのです。しかしこのままチーマーがおとなしく黙っているはずがありません。そうした事件が続く中、多くのチーマーが三原社やグレン隊を恐れていましたが、中には報復する意思がある者も現れました。そして彼らは三原社やグレン隊と戦うために喧嘩が強いメンバーを集め、武闘派グループ小池屋を結成し反撃に出たのです。そのような中、1980年代末期から1990年代初頭にかけて、半グレ集団三原社やグレン隊と渋谷のチーマー小池屋との大抗争である
三茶抗争が発生します。そして小池屋のメンバーは三軒茶屋グレン隊の溜まり場を襲撃しました。時には数十人で連れ去り、リーダーの一人を埼玉県内の小池屋のアジトとみられるアパートに監禁したのです。また暴行を繰り返したことにより、警察に発見された時には見るも無残な姿になっていたと言われています。さらに街中での集団抗争に慣れていなかった小池屋と三軒茶屋グレン隊は大勢の一般人までも巻き込み、重傷者まで出してしまったのです。一般人の被害者が出たことで警察が本格的に動き出し、小池屋のメンバーはほぼ全員逮捕されました。その後、三茶抗争の当事者同士では収拾がつかない状況になったため、三軒茶屋グレン隊の OB とチーマーの OB による話し合いの場が設けられます。この交渉人として両者の間に入ったのが三軒茶屋グレン隊の創設者でもある関東連合の川名だったのです。そして彼は話を取りまとめ、三茶抗争を終結させました。またこの抗争で川名が渋谷の不良利権を実質的に手に入れることに成功し、関東連合の渋谷進出の足がかりとなったのです。しかしこれは三軒茶屋グレン隊の創設からこの三茶抗争の終結までが川名の計画だったとも言われています。このように三茶抗争は終結したのですが、チームのメンバーが連れ去られ、凄惨な暴行によって無残な姿にされたことに対し、三軒茶屋グレン隊のメンバーたちは許すことができませんでした。また川名がチーマーの利権と引き換えに争いを手打ちにしたことについてもよく思っていないメンバーが多くいたようで、彼に対してチーマーの残党狩りを申し出ます。しかし川名は当然ながら手に入れた利権を優先し、この申し出を拒否しました。その後、関東連合が三茶抗争を通じて資金源が潤ったことで勢力を拡大していったのに対し、三軒茶屋グレン隊のメンバーたちは川名への不信感を抱えて過ごしていたのです。一方、1990年代の初めには東京都杉並区の不良少年であった昭和53年世代の三立真一らが当時休眠状態であった関東連合を復活させています。しかし彼らは過去の暴走族であった関東連合とは大きく異なり、より過激な集団へと変わっていきました。金属バットやナイフを使用し、敵対者を監禁して暴行を加え、さらには家族や恋人にも手を出していたのです。このような彼らの残虐なやり方や勢力拡大のみを目指す関東連合の方針は、三軒茶屋グレン隊とは意向が合いませんでした。これらから彼らが関東連合に加入することはなく、両者の間には知り合いのメンバーも多数いましたが、基本的には集会や抗争などは別々に行っていたようです。また当時の関東連合は見立てによる恐怖支配があったため、できるだけ独立した行動を取りたかったという彼らの思いも反映していると思われます。その後、関東連合は東洋ボール事件、六本木クラブ襲撃事件など数々の凶悪事件を起こしましたが、三軒茶屋グレン隊が関わることはなかったそうです。とはいえ友好関係であったのは確かだったようですが、関東連合内での立場は低い方だったと言われています。そのような中、ある出来事をきっかけに三軒茶屋グレン隊は解散に追い込まれることとなるのです。1997年7月、関東連合が起こした大崎での乱闘事件で、幹部柴田大輔が敵対勢力に襲撃を仕掛けた際、死亡者を出す事件を起こしました。この柴田大輔という男は関東連合に所属していた暴走族宮前グレン隊の8代目総長で、後に工藤昭雄というペンネームで関東連合の暴露本を出版した人物でもあります。当時事件を起こした柴田は当然警察から追われる身となりましたが、川名の協力を得て約3ヶ月間潜伏生活を送っていました。しかし過去に焼きを入れた三軒茶屋グレン隊の昭和56年世代のメンバーの裏切りで警察に潜伏場所が通報されたのです。また裏切った理由は他にもあり、彼らが関東連合の川名にいいように使われたことによる不信感から、その報復だとも言われています。そして柴田は1997年10月に逮捕されたことにより、特別少年院に送られることとなりました。当然これを受けた関東連合や宮前グレン隊のメンバーは激怒します。そして彼らは三軒茶屋グレン隊のメンバーたちを呼び出し、
邪気を入れ裏切った人物を差し出すか、三軒茶屋愚連隊を永久解散させ、解決金として数百万を支払うのかと迫ったのです。しかし、三軒茶屋愚連隊として一からチームを立ち上げ、毎晩のように喧嘩をしてきたメンバーを関東連合に差し出すことはできませんでした。そして彼らは解決金を集め、川名に300万円、そして柴田に200万円を渡し、三軒茶屋愚連隊を永久解散させたのです。このようにして、一時は勢力を拡大していき、裏社会で名を馳せていた三軒茶屋愚連隊でしたが、関東連合を裏切ったことにより、けじめとしてその時代に幕を下ろすこととなりました。それから数年後の1998年、なんと三軒茶屋愚連隊は一部のメンバーと共にヒップホップグループ妄想族を結成したのです。彼らは自身の思いをバイクや喧嘩からマイクに持ち替え訴えることにしたと語っていました。当時は人気も高く、彼らのスタイルは多くの人々に支持されましたが、2015年2月に解散しています。現在の妄想族の元メンバーについてはそれぞれの道で活動しているようで、裏方に回ったりミュージックレーベルの役員やイベントを主催している人物もいるようです。今回は三軒茶屋愚連隊が起こした事件と彼らの現在についてご紹介しました。皆さんの意見や動画の感想があればコメント欄でお待ちしております。またこの動画が良いと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。